田岡和夫、田岡和夫、田岡和夫、1913年3月28日から1981年7月23日は、日本のヤクザ、実業家、山口組三代目組長、紅葉運輸社長、芸能事務所、神戸芸能社社長、日本プロレス協会副会長、田岡光、映画プロデューサー、田岡幸、エッセイスト、 音楽柿太郎の元夫人の父、子は、異母兄弟。1913年、大正2年、徳島県三好郡三昌村、後、三鴨町、現、東三好町大技西の昇降木の貧しい、小作農家に参所、次男の次男として生まれる。父はすでに病没していた。田岡家の菩提寺は、朝前寺。1919年、大正8年、 三章村人城小学校一年生の時母親を過労で亡くし、一人だけ叔父の川内は四郎、金坊専属の二役現場監督に引き取られて、神戸市兵庫区浜山通り六丁目に転居。もらいごとしておばから礼遇され、酒飲みの叔父からは暴力を受けて育つ。1925年、大正14年浜山小学校を卒業そして、 兵庫神城高等小学校高等科へと進学した。1927年、昭和2年卒業後、地元の川崎造船所に、千番見習い校として入社するが2年後の1929年、昭和4年に現場主任をオーダーして退社した。兵庫神城高等小学校高等科で山口組二代目、組長、山口昇の弟秀夫と同級生だったことから、 秀夫の誘いで、叔父の家を出て、二代目山口組のゴンゾー部屋に世話になり、夜景の仕事に従事しつつ、くすぼり、うなつの上がらぬ不良グループに加わっていた。仲間内では喧嘩相手の目を指でつく手口で恐れられ、熊と呼ばれた。1930年、昭和5年、山口組が、用心棒を務める芝居小屋で、小屋主の態度に腹を立て、芝居を上演中の舞台の花道に、 土足で乱入する騒動を起こす港座事件。これがきっかけとなり、山口登の射程の古川松太郎に預けられて三下修行を積み、1936年、昭和11年1月20日には二代目山口組の組員となる。この間、1932年、昭和7年には幕内力士の宝川が山口登の射程の大関、 玉二式を侮辱したとして、宝川を担当で襲撃し、右手の指二本を切断した上、額を割る事件を起こす。1934年、昭和九年には、会員組合の労働葬儀に介入した山口昇の射程、西田光一が、組合員たちに殺害されたことへの報復で、葬儀本部を襲撃し、組合長に切りつけて、九州に逃亡。後、 神戸総称教書に出頭し、障害罪で、懲役1年の実刑判決を受け、神戸刑務所で服役している。1937年、昭和12年2月25日、山口春吉の射程に暴力を振るった、大佐正吉を、福原遊郭で襲撃し、鉄瓶で殴打して、頭を割る。その報復で山口組に殴り込みをかけた、大長八郎、 正吉の弟を売り打ち、日本刀で死殺。このため殺人罪で逮捕起訴され、神戸地裁で懲役8年の実刑判決を受け、神戸刑務所、大阪刑務所、ゼゼ刑務所、京都刑務所、高知刑務所で服役する。獄中では、自ら崇拝する、東山光つや現用者に関する本を読んでいた。後期2600年の御社で1943年。 昭和18年7月13日に出生した。二代目組長の党は、前年の1942年、昭和17年すでに死亡していたので、その後港側で自ら田岡組を組織した。戦後の混乱で、警察力が弱体化し治安の悪い神戸の町と闇市を三国人から守るために自警団を組頭格を表し、 党の死後長らく空位であった三代目組長へ押す、声が高まった。1946年、昭和21年10月、組の長老たちの推薦により、山口組三代目組長を襲名した。三代目襲名時の組員は三十数人だった。賭博の寺船は、競輪、競馬及び、協定の公営競技の流星によって、主要な収入源ではなくなり、 別のしのぎを模索することになり、戦前から、ある浪曲工業から、その他の園芸工業全般に、手広げ、並行して、神戸港の港湾二役にも進出した。港湾二役と神戸芸能者は、組の二大収入源となり、山口組のその後の全国的な活動を支えた。1953年1月17日、全国港湾二役振興協議会。 全港が飛ぶり設立には、会長の藤木幸太郎を助け、自らも副会長に就任した。芸能プロダクション、神戸芸能社は、三空ひばり、田畑義雄など、トップスターの興行を手掛けた。1953年、昭和28年、山本健一らによる、鶴田工事襲撃事件で、鶴田襲撃を命じた、長本人とされて、全国指名手配を受け、 同年4月20日、天皇辞書に出頭、逮捕される。同年5月4日、処分保留で釈放され、不起訴処分となる。青田昇によれば、戦後の混乱期においては、プロ野球の試合は、自回りの工業組織の機嫌を伺わなければ、開催できずに嫌がらせを受けていたが、プロ野球ファンであった田岡は、野球は、国民的娯楽だからと山口組の、全国進出以後は、 そのような監修なしでも開催できるよう取り計らいをしたという。1968年、昭和43年1月11日には、吉本工業の林昭之助社長と共に、レコード会社のっ取り容疑で、兵庫県警に逮捕されている。不起訴。組員に合法的な収入源を持つように進めた。それまでのヤクザ組織にはなかった合法事業を持つ。 社定と和歌手には非合法な事業を扱わせずに組織の分業化を進め結果として組の運営を合法事業と非合法事業に分けることにより安定した資金源と非合法な力を持つことになった。本人もこれからのヤクザは経済新聞を読まなきゃあかん株の動向に注意するぐらいでないとあかんぞというのが口癖であっという。 1950年代から60年代にかけて、参加の団体が全国へ進出、各地で抗争事件を引き起こした。1963年、昭和38年には、田中清春や菅原通斎と連携した、麻薬追放国土城化同盟を結成し、市川夫妻らと共に、麻薬撲滅運動を展開しているが、横浜に、支部、松田組を出した時には、地元勢力と、 トラブルとなった。山口組を全国規模の組織に育て、警察庁から広域暴力団の指定を受けた。1964年、昭和39年の山口組を壊滅するための第一次頂上作戦においては、資金源の要であった神戸港の港湾事業に、市直のメスが入り、三家の公用運輸が業務監査を受け、山口組は、 和業務から撤退した。1966年昭和41年12月28日、自らが経営する公用運輸の脱税容疑で神戸地検に起訴される。1968年昭和43年12月、職業安定法違反で神戸地検に起訴される。1969年昭和44年4月25日、強科と 威力業務妨害で、神戸地検に起訴される。若頭、地道、幸雄、地道組組長が、山口組解散へと動くが、幹部会で、山本健一、山県組組長、菅谷正雄、菅谷組組長、梶原清春、梶原組組長、山本博山広組組長ら若頭補佐が反対。この結果、地道は失脚し、 山本健一の力が増した。1965年、昭和40年には、田岡が、心筋拘束で病床にあったこともあり、集団指導体制へ移行した。自伝、昭和49年発行の初版によると、神戸水上書の1日署長をした経験を持つ。第1次頂上作戦後も、勢力の拡張を続けるが、1978年、 昭和53年7月11日には、京都のクラブ、ベラミで7月23日参加の佐々木組と、対立していた二代目松田組系大日本正義団の組員、鳴海清に打たれ負傷した。これにより、第三次大阪戦争と呼ばれる大規模な拳銃乱射事件が始まり、同年11月に山口組が集結の記者会見を開くまで続いた。 1981年、昭和56年7月23日、急性心不全により68歳で死去。改名は、栄章院、任徳一同吉則大孤児。若頭の山本健一が後目に決まっていたが、翌1982年、昭和57年病死。後目相続には長い年月と争いが起こることになった山口組四代目後目問題。また、 四代目の後目争いには、妻で未亡人であった、文子の遺構が強く働いている。山口組はハロウィンで近隣の子供たちにお菓子を配っているが、これは田岡が始めたものである。1970年代は、日本ではハロウィンはまだ知られていなかったが、山口組総本部は高級住宅街に近く、外国の領事館員や駐在員の住民の子供たちが、 そうと知らずに山口組にもハロウィンで訪ねてきた。最初は小遣いをやって帰らせていたが、田岡がハロウィンについて調べさせ、以降はお菓子を用意するようになったという。2013年、平成25年7月23日、神戸市名田区の自宅において33回寄放用が、弔い上げとして取り行われる。施主は長女田岡行き、司会は長沢淳。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。